はい、ユッキーです。今回は、またしてもゴキブリがね、を飼うことにしました。はい、そして、今回はリビアをね、実はね、購入しました。値段が、700円ぐらいだったかな。それでね、ちょっとね、開けていきましょう。それでは、パカッパカッ。漏れてないよな、大丈夫だよな。これ漏れてたら大変なことになる。さっきからね、なんかね、ガジガジ嫌な音がする。大丈夫だろうな。これで漏れてたらマジで笑えん。笑えんぞ。パカッ。あ、いたー。これ漏れてたりしないよ。しかもすんげえでけえのがいきなり。やべえ、思った以上にでけえのがいい。うわっ、うっしゃー、ゴキブリだ。わらわらいますね。何匹でしょうか。大中小を合わせて何匹、まあ大中小いろいろいますね。はい、まあ適当にランダムで送ってくれたんでしょう。うっしゃ、なんか糞みたいなのもクソみたいに してるし。そして今回ですね、このために用意したのがアイテムがあります。それはこちらです。じゃじゃーん。これね、卵のトレーですね。こちら、近くのケーキ屋さんかな、ケーキ屋さんですね。ケーキ屋さんに行って、お願いしてね、もらってきました。これをね、8個ね、もらったんですよ。で、またね、消費したら、もう一回またくれって、くれるように頼んでおきました。で、それと、用意しましたのが、こちらです。ダイソーのね、500円の、ダイソーの500円、プラスチックケース。このダイソーのね、シークケースね、500円なのにね、俺が使ってるメインの、水槽用がちょっとでかいんですよ。ほんのり。ほぼ同じなんだけど、俺が買ったのがね、750円ぐらいしたんですよね。だからそれよりか200円も安いんですよ、これ。でね、作りもしっかりしてるし、で、ここにね、ギザギザが入ってるんですけど、で、ここにもね、ほら、これ仕切りですね。仕切り用に、こういうね、やつもついてるんですよ。結構しっかりしてるんだよね。マジで。思った以上にしっかりしてる。で、まあこれをね、とりあえず卵のこのトレーを切っていこうかな。3、6、9ぐらい。3分割ぐらい。ハサミでね、切っていきましょう。ハサミだと、きつい。カッターで本来だと、リビアとか飼ってる人はね、
シックケースに、衣装ケースを使ってるんですよ。衣装ケースを使って、やってるんですけれども。ちょっとでけえ。半分割にしたけど結構でけえ。どうしよう。もう二分割ぐらい。ちょっとね、逃げないようにね、ここら辺のね、ここら辺の、あれは開けとくとしましょう。まあ、逃げないとは思うんだけど。それではね、デュビアちゃん。デュビアちゃん。こうした方がいい。ちょっとあれか、どうした方がいい。こうした方がいい。右側にここら辺は餌と水用です。あげます。うー、やっぱり迫力あるな。
うんこみたいなのが、これうんこかな、餌かな、うんこっぽいな、なんか、なんか砂みたいな。砂みたいな。で、ちょっと匂う。ちょっと匂う。ほら、出ろ。ああ。いや、クソごといけてる。あ、お前、子供。うわ、なんか匂う。ユビアはなんか臭くないっていう、あれらしいんですけど、臭いですね。あ、臭い。なんだこれ。何の匂いだ？何の匂いだろう。牛小屋の匂いみたいな。牛の、馬房とか、そういう牧場の馬房とかの牛がたくさん繋がれてるところの、とかの匂い。さすが。何匹ですかね、これね。100匹ぐらいいるか。これ今日1匹あれだな。カマキリさんにあれやるわ。カマちゃんに餌としてあげよう。ほら、ほらほら。貴様ら。ちょっとこの、どけ。ちょっと。うわぁ！うひゃーなんか一匹死んでるし。うえうえちょっと。うひゃー怖っ。一匹死んでるやつがいるな。ちょっと取り除かないと。衛生面って悪い。死んでる。うん、もう一匹死んでる。いや、ギリギリ生きてるのか。てるけど虫の息だ。一応死んだ。なんだろう。何、湿気に弱かったの。基本的にこういうやつって飢餓とかには強いはずだ。どげ。ほら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 。ちょっとこのこれさ、ちょっと。うわ、いっぱいいる。うひぇ。うわぁ、子供。うひぇ。ダンゴムシみたい。なんかひ。うわ、幼虫ダンゴムシみたい。羽生えてるやつがこれあれですね。成虫です。成虫ってかオスでしたっけ。確か羽生えてるやつはオスなんです。メスは羽生えないらしい。うわ。あ、いいや。ダメだ、これ出ねえ。これ引っぺ
出してちょっと取りたいんだけどさ。超いっぱい。試着は約2匹か3匹ぐらいか。まあいいでしょう。で、水。水は昆虫ゼリーでいいか。昆虫ゼリーで。一応、ああ、そっか。あれも、もう一個買ってくるべきだな。このね、木の、こういうやつ。一個のやつ。一個タイプ。もう一個欲しいな、この木のタイプ。後で買ってこよう。で、まあ、これを昆虫ゼリーを。で、あ！あ、しまった。あれがない。薄皿？これ薄皿用なんだよ、この木のあれが。これがさ、薄い、昆虫ゼリー用なんですよ。だから俺普通の通常タイプのこの昆虫ゼリーしか持ってないんで。しまったな。うわ、なんか異様な匂いするな。まあいいや。買ってくるまで、でかい、薄い昆虫ゼリーは、後にし、どけ。ほら、どけ。薄い用の、やっぱね、通常の昆虫ゼリーとか、やっぱり、平たくて広いやつの方が食いやすいんですよね。カブトムシとかもそうだけど。だからまあ。お、早速一匹。お、昆虫ゼリー食っております。朝型昆虫ゼリーはね、あった方が、昆虫ゼリーのこのカップがいるんですよ。カップあった方が絶対、この餌皿を汚さないんで、そのカップを再利用して、ね、やっていきたいんで、と思います。朝型昆虫。で、まあ、あとは、まあ、あとはちょっといろいろ、あと、用意するとして、もっと。そうですね。あとは適当な野菜とかを。野菜なら何なんで。野菜のクズとかを与えて育てていきますか。はい。あ、やっぱ臭いな。なんか、なんだろう、この臭さ。で、こいつも以前買ったレッドローチと同じで、乾燥には強いんだけど、湿度には弱いという性質が、あるので、
には弱いんですよ。で、湿度に弱いからといって、乾燥に強いからといって、水を飲まないでいいわけでもないんですよ。ということで、それでは、またね、経過をね、続報を待て。ご視聴ありがとうございました。